ムサトウソイチファームのポニタンです。ともちゃんです。ともちゃんに聞き卵やっていただきたいと思います。楽しそう。はい、みんなの前に卵が5個あるんですけれども、はい、どのパドックのダチョウが産んだ卵なのかっていうのをね、当ててもらおうかなと思います。こっちにね、選択肢があります。選択肢があるので、それをその卵のね観察してもらって、これかなってやつにこの付箋貼ってもらって、最終的にここにちょっと答えが入ってるんで、うん、それと照らし合わせていただいけたらなと思います。はい、選択肢がね、ニュー新部位というやつですね。ニューが2つ、55、21、32。はい、はい、でその都度都度重さを測るとかして、はい、ヒントをやってもらえればなと思います。はい、ね、こっちからいこうかな。1個目、これはまたなんか特徴的なやつだね。へえ。なんかすごい、あの雫型というか、形は綺麗。いや、ああ、シワが寄ってるんだ。そうだね、はい、はい、マジでこの、これでわかんの。うん、天才かよ。いやいや、あー、はいはい。いや、わかんないでしょ。白目白目。あ、難しい。あ、これは多分、あ、こいつはわかったぞ。すげえ寄ってる。ぐにゃっと、ぐにゃっと。もうちょっと見る。ぐにゃっと、このすごいよね、この難産。頑張りました。頑張って産みましたね。これはね、55だと思うんです。マジ早くね。いいのか。いいです。間違ったらダチョウだ。間違ったらダチョウにされるという恐ろしい罠じゃなくて、なんだ、罰ゲーム。罰ゲーム。人生が、人生がまた変わるね。あー、やばいの。すごい軽い。比較的綺麗な卵じゃん。でも形が細いよね。わかります。カムカムでもいいじゃん。はい、軽っ。982。ちょっと、なんじゃこいつ。多分あの子。いや、すぐわかんの、すげえ。あー、選択肢。へ、そうね。え、なに、わかった。いや、これはどこだろうなって。超怖いんだけど。シンブリがあと2つあり、32か21だと。ちょっと迷うね。さあ、迷ってください。これは、でも、いやー、わかんのか。ちょっと怖い。でも卵危機士の実力がいかに。はい、これはシンブリだと思う。さあ、もう2枚離れました。はい、あー。いや、すごいよ。触って、これはこの数字、もう随タウンで就職できますね。21があるんだ、これに。さあ、随タウンの育て屋さんで果たして就職できるのか。ねえ、あー、いやー、おもしわしわちゃん、どこだったっけ。どこだったっけ。だってみんなしわしわ、記憶の片隅に卵の形とともにダチョウのパドックの記憶があるかもしれない。ないかもしれない。入念に確かめてます。触った感触とかあるの。感触というか、ここ主に形ですよね。重さを測っていきますよ。 1323g。 うん、はいはい、一般的だよ。たぶんこれ、はい、21、残る2つ。迷うな。2択か、めちゃくちゃ間違ってるか。でもこれは自信ある。グニャってるやつ。そう、これはちょっとワンチャン違うのかな、わからないですけど。なるほど。15番はね、消去法、はい、確実に全て間違ってる可能性もあるで。はい、
はいはいはい。いいかな。これこれこれこんなのあるんかな。形は似てるね。ね。似てる似てるけど。すんげえ迷ってる。迷ってる。これこれもしかして違うのかな。悩みますね。悩んでます。とっても。いやーこれはシンブリだと思うな。じゃあはい決めますこれで。はい。はい。答え合わせの時間だ。答え合わせ、はい、いきましょうか。はい、はい、はい。自信があるのは？これ。じゃあ最初に。はい。うわ。初っ端のこれが間違ってたのね。もうすべてが崩壊する。受けますね。やだね。はい、こちらの。グニャングニャの真ん中にうねってるやつ、個性的な卵です。はい、はい、ともちゃんのアンサーは55番。はいはい、こちらの方に答えがあるんですけど、正解は55番でした。あーよかった、正解。はい、やるな。そう、はい、特徴がありましたので5分の1正解。はい、まずこれね、全問不正解これは免れました。全問不正解、なんだね、そんなことしたらもう、ね、卵を、ね、二度と語られなくなりますはい、次どうやっていきます。シンブリが2つね、並んでるんですね。じゃあシンブリから行こうか、こっちから行こう。はいはい、でもちょっと自信ない、これこれ、うん、あ、落ちた、なんと。はい、ともちゃんはこれが新聞にだということで32かなとも思った。はい、はい、果たして正解は新聞でした。おお、待ってた。はい、正解。はい、5分の2。はい、5分の2正解。やったー。こっち行く。そうだね。はい、もう片方の新聞になのかどうか、俺が新聞を2つ並べてるということがあるのかどうか、新聞っぽいなって思った。正解は、ちんぶりでした。マジか、おお、おめでとう。やったー。この筋の入り方がキャンちゃんだなって思った。すごいね。こっちは鈴葉だと思う。やるねもうなんか、はい、正解したから言いたい放題だよね。そうねどっちかが当たってればどっちかも当たってるということで、どちらからでもいいです。はい、それでは、はい、21番と予想されてる方から行きましょうか。はい、はい、あー怖いね。正解は合ってるのかしら。じゃあ21番でした。マジか。はい、ということはこれも、ということはこれも32番だよね。じゃなかったらやべえ32番。やったえ、すごいね。全問正解。全問正解。やったおめでとう。ありがとうございます。君はもう育て屋だ。育て屋、特に引き玉が使っていいかな。いきますねはい、なんと見事5個中5個正解ということで、はい、今度はもっと難しい引き玉にチャレンジしようかなと思います。待ってます。はい以上、みさとのストイチファンからコニタンとともちゃんでした。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画で会おうね。バイバイ。